たまんない。たまんない？じゃあちょっとお肉焼いとこうね。父ちゃんが味を決めて、うん、それでじゃあ父ちゃんのお肉のなお肉は使ってないということ？父ちゃんのお肉は使ってない、どういうこと？お腹に入ってるあ、父ちゃんの体のお肉、うん、父ちゃんの体のお肉は使えんかな長ズボンをちょっと履く、うん、いいよ。ウィンナーちゃん、あなたシーマー、はい、食べたい。よし、じゃあ食べようか。どれを？いいよ、座ってもらおう。さあ、じゃあね、うん、このお肉いこうか。あれ、お刺身ほとんどなくなってるんですけど誰が食べたの？めっちゃ美味しい。父ちゃんの父ちゃんのお刺身ほとんどないじゃないの。うん、ちょっと食べていい？うん、いいよ。どう？うん、どうだった父ちゃん味は？美味しかった、うん、よかったよかった。ちょっと辛い。あ、ちょっと辛い。高いですね。今日はね、ちょっと予算がなかったけね、高い肉は買わんかったんです。硬っ硬っ。ちっちゃいやつにする、それか、うん、ねえ、これちょっと待って、ちょっと待って。切り方わかる？ね、これを持ってから、うん、これを押さえて、あ、ね、こう、こうやって押さえる。反対反対、こう、そうそう、こうやってやって、あ、ちょ、こんぐらい、ちっちゃ。ちょっと、ちっちゃ。誰か。父ちゃん切ろうか。誰か。端っこが多分ね、硬いから、この辺がいい。これ食べる。これがいいかもしれない。これ。うん。うん。いける？これ？作ったん？これでね、味をつけたの。これ父ちゃんが作った。どうやったら作れるの？あのね、いろんな味を混ぜるんよ。塩だけじゃなくて、唐辛子とか
いろんなの混ぜるよ、うん、でもこれ美味しかったじゃん。うん、ねえ、これは多分子供でも食べられる味だと思うよ。うん、父ちゃんもうちょっとかけちゃう。いやバレた？うん、ちょっと硬かったね。ちょっと硬かった、ちょっと硬かったね。まだ足らんもんだろ。うん、もうね、ご飯はこれしかないから、うん、缶詰食べる。おお、いいね。缶詰食べたことないじゃろ。え、あのみかんの缶詰とかは食べたことある。 あのハンバーグのあの避難の時のやつは食べたことある。あれだったら分かる。あのみんなは見たかな。あ、でも出来上がっとったら見とる。これね、父ちゃんのへそくり。へそくりか。これが何しよるんか、お前ベーベーお前ベーベーこれがへそくりよ。へそくりベーベー。これほら、サンマのかば焼きって書いてある。母ちゃんには内緒。母ちゃん、あ、母ちゃんに内緒にしとるかもね、これ買っとるって。内緒にしとるっていうか、お、切れた切れた切れた、ベイベイお、お、綺麗に取れました。へそくりベイベイ。え、なんてへそくりベイベイ多分ね、あの、缶詰は食べたことがないんで、うん、開け方も知らんじゃろ。え、知っとるよ。開け方知っとる。あの、わかる。あ、よう知っとる、よう知っとる。あー、こぼれるぞ、こぼれるぞ。こっからね、うん、ここ汁がいっぱい入っとるから、ほら。おお、ここはちょっと濡れとれちゃうね。お魚ベイベーよお魚ベイベーちょっと真似しないで、あなた。わかった、やめましょうね。お魚ベイベーイエーイ。きれいに切れそうな気がせない。切ってあげようか。お、切れないベイベー今日一日中言うんじゃある前ね、それベイベーベイベーって。眠たいベイベーじゃないベイベー見てこれ。上手だね君。何、切れたベイベーありがとうベイベーいいよ。マヨネーズつけてあげようか。ノーノーノー、マヨネーズ嫌いじゃもんね。うん、うん、おいしいベーベーあー、バレた。あとで YouTube 見たいんだろ。うん、 YouTube で何が見たい。やっぱあれ、いいの。いいよ、トミちゃんに言うて、トミちゃんに言って。いいよ、うん、ひめちゃん王くん。ひめちゃん王くん、あ、あれが見たいね。あれいつも見よるもんね。あれの新しいやつが来たよね。最初はミニーちゃんの順番。うん、それまで待っとかんといけない。大変だね、お家で見るときは、うん、お家で YouTube を見るときは順番だよね。うん、うん、あれ今日はどうするの。父ちゃん、ミニーちゃん、父ちゃんって。シーマーキャラメル、シーマーキャラメル、シーマーキャラメル。そうする。うん、うん、うん。あ、それか、あとね、今日夜になったら、うん、ファイヤー。あと1時間ぐらいしたらね、うん、みんなが電話の向こうで見よってから、うん、一緒にお話ができるやつがあるでしょう。あ、うん、あれやってみたらどう。おお、やるよ。ねえ、そしたら面白いかもしれない。ちょっと待って、卵焼きさんの、うん、もしやるときはどういうやつをやったらできるのか。ん、卵焼きさんがもし、うん、それをそのあのキャラメルちゃんのシーマがその携帯をやって、うん、それで卵焼きさんが何か言うときはどうするの。あのね、携帯でこうやって打ったら、あの、こっちに来るのこの人がこうやって言いましたって。おお、おさんも食べてみようか。さんも食べてみる。うん、シーマ食べていいよ。おいしい。ねえ、美味しいよこれ。じゃあ父ちゃんそっち食べて、私はこっち食べるわ
かけようか。ちょっと待って。かけベイベー。どうやってやったっけ。はい、シーモンお願いします。これ使うの忘れとった。よし。いけ、シーモン。おお。お。はい。すごいベイベーね。ね、すごい暗いんだけど、このメガネかけると。じゃあ外しとく。いいよ、外して。大丈夫、あれやるの大変やろ。大丈夫、大丈夫。うさぎ。うん、あ、うさぎっていうか、あの、そのサングラスの形してあげるっていう。いいかい。いいよ。父ちゃんもごちそうさま。父ちゃんまだもうちょっと食べたいかな。なんで。お酒も一本残っとるし。お酒はもういいよ、明日のお楽しみにしとき。うん、それにし、うん、我慢我慢。ガフラする？それが一番いいぞ。あら、刺身全部ないじゃないの、もう。うん、お、あ、イカがあった。あ、イカ取られちゃった。よし、じゃあイカよりももっと、あ、イカまだちょっとだけ残ってるよ。いいのがあった。イカよりももっといいのはこれだぜ。なんか忘れてない？サングラス？おいで、ちょっとおいで、おいで、わかるんだよ、おいで、シマ、おいで。シマ。キャラメルちゃんの近くにあるものは何だ。キャラメルちゃんの近くにあるものはおやつ。しっかり。おやつ忘れとった。うん、これにする。これあの、あ、グミ。うん、グミ。でも父ちゃんまだね、お酒飲みよるよね。じゃあ、合わん。合わん。じゃあ、他のだったら。じゃあ、他のは。いや、あのね、ご飯と紅茶は合わんかったでしょ。うん、てけ、ビールとお菓子っていうのも合わんのよ。いや、ちょっと待って。あのね、カールとかカラムーチョとかは大丈夫。なんで。辛いものだけ。あれ、こうパリパリ食べるじゃん。おう。あと、あと塩味があるでしょ。おう。じゃあこれはパリ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 ピー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 。おかしいなって思っちゃうよ。もう治ったかい。ん、何が治った。あれ、もうビールの味はせんかい。これはこれ飲んだ後にあともう一本あるけどね。あ、ソーセージも全部なくなったんか。全部食べられた。でも父ちゃんはこれ、あ、へそくりのね、サンマのかば焼きがあるけ。母ちゃん言うけね。言わんとってくれる。なんで言ったらどうなるの。んこらって言われるかもしれない。大丈夫よ。ももちゃんがね、あきらめるちゃんがね、こうやって言うと、父ちゃんがね、へそくりでね、旦那がね、カツオをね、あかねだろ、だけは許してあげて。許してあげてって言ってくれるんだ。うん、ありがとう、ありがとう。おい、君、シーマ、来なさい。あ、シーマが来てくれない。父ちゃん、ちょっとおしっこ行ってきていい？いいよ。父ちゃん、いいかい？早くするんだぞ。みんな、その間に、キャラメルちゃんが、父ちゃんの分を、これを食べちゃおう。それがいい。うん、キャラメルちゃんは大丈夫だ。なんかシーマ、うん、おかしいのがない。おいで。なんか減ったような気がするものはないかしら。なんかってような、なんか、これをちょっと見てみなさい。さっちゃん、この辺ぐらいまでしか食べてなかったけど、ここが食べられてる気がする。ねえ。とんかつが食べたの。とんかつが食べた。あとだよね。うん。見てみて。あのね、これ食べてからね、骨がね、あったでね、ペッて出したよ。そうなんや。それはちょっと、落ちた方がいいと。どう、見える？見えるよ。あ、じゃあできるかな。
皆さんこんばんは。今はキャンプをしています。手やりたい。手やる？うん、手やる。手やる。手やる。そうしようか。うん、ねえ、これ食べたいよ、シンマ。じゃあ、いくだけ食べようか。どっちが食べたいの？こっち？グミ？うん、グミでもいいよ。え、合う？まだ。いやー、合わんじゃろうな。じゃあ、やめとこう。すごいいい時に言葉だ。何が美味しかった？これ、こっちちゃん。こっちくんなの。こっちくんね。ね、さっきね、こぼれるね、飲み方しちゃった。あ、こぼれた？うん。大丈夫？こうやってからね、こうやってから話してる。わぁ。もうちょっとしたら大きいやついるよ。あ、ちょっとずつ入れていく？一個大きいやつ入れようか。どうやって入れていいの？大きいやつ？うん、どっち入れていって。じゃあこれ入れようか。よし、これでちょっと置いとこう。もう大丈夫よ。もうちょっとだけ。はい、どうぞ。一息。ありがとう。一息ちょっと行っちゃいませんか？すごく星が綺麗。ね、真っ暗だからもっとよく見える。あのね。うん？星って何からできとるの？星？うん。いろんなのがあるよ。教えて。石からできとる星もあるし。そうなん？あとね、ガスしかない星もある。他には？あとは水だけの星もあるかも。え、水もある？え、だったらなんで水が降ってこんの？タキちゃん、父ちゃんとこおいで。ここに近い？いいよ、近くて。よし、もうちょっと。これでいいかな。よし、いいよ、座っていいよ。写真撮れば、ちゃんと。写真は今も撮ったけね。あ、大丈夫。あ、やめる。ここに、見よる人がおったら、うん、何人って出るから、うん、もう始まっとる。いいよ。痛いか。今キャラメルちゃんはね、キャラメルを食べています。うん、そうやね。とんかつおいで。うん、今日はですね、キャンプ場で、キャラメルちゃんと二人きりでやってます。うん、でね、ここね、前に車中泊で来たことがあって。車中泊ってのは車の中で泊まるってこと。あ、で、その時はあのね、誰もおらんかったんですけど、今日はね、さすがに連休なだけあってね、結構人がいますね。お、長松さん。あ、どうもこんばんは。長松さん。今ね、こんばんはってね、文字が出たよ。こんばんはって。こんばんは。じゃあまずね、たらこちゃんの。たらこちゃんのね、入り口を開けますよ。入り口、たらこちゃんだ。入り口があるんだ。たらこちゃん入り口があるけ。うん、入り口、入る場所があるんだ。入り口。え、こうでいい？いいよ。どう？え、こう？そうそう。で、一番向こうに行ってもらおうかな。父ちゃんが寝るとこなくなるけ。よいしょ。あ、気持ちいい。じゃあいいかな。うん、じゃあおやすみ。おやすみ。
で。おはよう。おはよう。それの畳み方は分かるの？Hit the bar, hit 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 the bar,